毎日新聞、令和3年6月24日、木曜。沖縄戦体験、継承は使命、慰霊の日、平和誓う。沖縄は23日、日米の地上戦で、住民を含む約20万人が亡くなった。太平洋戦争末期の沖縄戦の犠牲者らを悼む慰霊の日を迎えた。最後の激戦地となった沖縄県糸満市摩文仁の平和記念公園では、県と県議会主催の沖縄全戦没者追悼式があった。玉城デニー知事は平和宣言で、今もなお遺骨や多くの不発弾が埋もれ、戦争の傷は癒えることがないとし、国に対策を急ぐよう求めた。また、2022年5月に本土復帰50年を迎えるにあたって、全国の7割の面積が集中する米軍専用施設をさらに整理縮小する計画を作るよう日米両政府に訴えた。ミルク湯に願い込め。中二、上原さん。平和の詩、朗読。沖縄全戦没者追悼式で、宮古島市立西部中学校2年の上原美春さん、13が、自作の平和の詩、ミルク湯の歌を朗読した。姪の誕生をきっかけに、76年前の沖縄戦に思いを馳せたし、今ある私たちの日常はありがたいもの、命や平和な世界の大切さを発信したいと力強く読み上げた。県内の児童・生徒を対象に、県平和記念資料館が募った詩部門の作品1500点の中から選ばれた。上原さんの姉も高校3年生の時に、2017年の平和の詩の朗読者に選ばれており、指導を受けて制作した。ミルク湯、ヌナウラバ、ユヤナウレ。平和な世界がやってきて、みんなの暮らしが良くなりますように。祖父の奏でる三線と歌が大好きで、追悼式では詩に引用した宮古民謡の法然の歌の一節を清らかに歌った。明るく前向きな歌で、悲しみや辛さを乗り越えてきた宮古島の先人たち、沖縄戦を生き抜いた人々にとっても、歌が辛さを乗り越えるパワーになっていたかもしれないと想像した。踏みしめるこの土は覚えている。まだ幼さの残る手に銃を握らされた少年がいたこと、お帰りを聞くことなく散った父の最後の叫びを、詩では空や風、土、ガジュマルを主語に、凄惨な沖縄戦での出来事を振り返った。激しい風雨の中での朗読だったが、戦没者がエールを送ってくれていると受け取った。詩の最後にこう誓った。暗黒の過去を溶かすことなく、あの過ちに再び身を投じることなく、紡ぎ続けたい。ミルク湯を作るのはここにいる私たちだ。